何か企んでるわね。フィスクのアジトを襲ってる。フィスクを狙ってる？くそ、まさかこれってもしかしてギャングの構想？なら先回りしよう。今夜まだ襲われていないフィスクのアジトはある？ちょっと待って、フィスクが所有していたポートサイドの造船所で動きがあるみたいね。サンキューユーリ、行ってみるよ。OK。というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回も、スパイダーマンやっていこうと思います。前回ですね、なんかショッカーみたいなやつを倒したんですけど、ね、フィスクはその造船場を何に使ってたの？さあね。やっぱり悪者が仮面のやつらみたいで。その地区の担当、優秀だし、フィスクの事件を何年も追ってたの。造船場のことなら彼が一番詳しいわ。OK。なんかね、フィスクは最初に捕まったやつなんだけど、そいつのなんか基地とかを襲ってるらしいんだわ、今その仮面の男たちが。でなんか今抗争してるみたいね、フィスクの部下だったやつらとその仮面の男たちが。博士の伝言。転職した方がいいと言ったが、あれは忘れてくれ。ひらめいたんだよ。お、来たわ。オーケーオーケー。また発明できる日も遠くないぞ。いや、逆境でこそね、輝くよ。今度はうまくいくといいな。頑張ってほしいぜ、オットーには。さあ、というわけでやってまいりました、フィスカーのアジトっぽいところ。ここで抗争してるらしい、仮面の男たちとフィスカーの部下たち。一歩でも奴らが足を踏み入れたらお前らの命はないと思え。了解です、ボス。警備を3倍にしてデーモンに手出しはさせません。フィスカー捕まってんだけどな。いいか。なんで普通に無線してんだよ。デーモンが俺たちの物資を狙ってる。すでに2カ所やられた。ボスが無所にいるからって好き勝手に武器を奪っていいわけじゃねえ。チェックイーグル2、配置は？こちらイーグル2、待機する。デーモンが物資を狙ってるだって。フィスクの手下を倒して何を守ってるか調べよう。なんで倒すの？フィスクにもデーモンにも渡しちゃダメだ。スナイパーだらけだ。先に倒した方がいいな。まあ、とりあえず後ろからでしょう。はい。そこら中ガラクタだらけだな。うまくウェブ当てれば混乱させられるかも。やばい、バレた。待って。とりあえず上のやつらだな。スナイパーに警護がついてる。なんとか分断させないか。危ね。オッケー。バレてないよ。バレてない。あそこの上行けないかな。無理か。よし、バレてないぞ。よし。ここの上をやって、あれ、いなかったっけ？いたよね。これやれそうじゃないな。やべ。倒す。こんにちは。いいね。よし。あとスナイパーは一人か。ハングフィニッシュ。オッケー。あ、言うてもあとまだ結構いるな。これ分かったぞ。ここにまずおびき寄せて。あれ、バレてない。おかしいな、ちょっと予想と違うんだよな。よーし、あと2人だからやっちゃおう。おいしょ、終わりかな。終了。ポリス、ユリか、遅いぞ。誰これ、警官敵なんじゃない？自警団の侵入や違法捜査は禁止されてるって知ってるよな。知ってるけどさ、
だから令状を取ってきた。俺と合法な捜査をやるってのはどうだ。なるほど。それ悪くないね。あなたは？デイビス巡査だ。デイビス。ジェフと呼んで。ジェフ。君は？ああ。スパイダーマンさ。冗談だよ。息子が君のファンでね。それで令状があればドア壊すのもあり？それはさすがにもっと手続きが必要になるな。そっか。他の入り口探そう。他の入り口か。こういう場所では決まって壁に穴とか壊れた窓があるんだよね。壊れた窓。裏を見てこい。俺もスパイダーマンなら一緒に行くんだろうな。裏か。オッケー。ほい。裏口？あ、あるわ。ここね。よいしょ。これってホラー映画か何か。船か。おーい、恨みがましくて鍵詰めつけた漁師さんいる。できないな。鍵のかかったドアは？あそこね。敵本当いないか。大丈夫か。ジェフ、聞こえる？ジョーク言いたい気分だけど今はやめとく。それはどうも。ドアの配線盤が見えるか？ドアの配線盤？あ、こっちね。なるほど。オーケー。オーバーロードさせればドアが開くはずだ。頭いい。でも電流を集める道具がないんだよね。これを。どれ？スタンガンか。天才。このコンデンサーなら前から考えてたアップグレードに使えるかも。よし、スタンガン。本当にガンだな。エレクトリックウェーブ。やった。作成。電気を与えるってめちゃめちゃ強そう。とりあえず強化。よし。で？で、新しいやつか。お、エレクトリック。で、なんか、スパイダードローンっていうのも手に入れたんだけど、まだ使ってないから、今日試そっかな。え、これで？オッケー。エレクトリックウェブ最高。ガジェット好きか？息子と同じだ。5歳でテレビ分解しやがってな。マジか、すげえな。今じゃ携帯ロックも解除しちまう。僕の先生になってくれないかな。優秀なエンジニアになれるよ。なるほど。違法なものはなさそうだな。いや、あるだろう。期待外れってとこ。一見するとな。調べてみよう。もう銃持ってたんだから捕まえるだろう。ここは昔からある場所だ。酒の密輸にも使われてた。なるほど。隠し部屋があるってことか。なるほどね。やっぱこの下とかじゃないの。空洞じゃないか。空洞？パネルがあったぞ。さっきと同じだ。おい、すげえ。線が後ろに続いてる。配線盤を探してみろ。マスクのレンズ使えば配線見えるかも。配線は近。多いな。あそこにもあるってこと。とりあえずこっちか。うまくいった？いや、違う配電盤だな。他を当たれ。こ？こいつじゃないのか。見えねえしな、これ。全然見えないんですけど。他ね。全然わからん。ここじゃないんでしょ。ここしかないんだよな。あ、上かこれ。ここじゃないわ。これか。配電盤ここだわ。あ、間違った。こっちじゃなくてこれだ。オッケー。どうも。一人じゃ開けられなかった。でしょうね。一人じゃ見つけられなかったよ。おわ、金庫。中身ない。ふん、残念、なんもなし。きっと他にも隠し部屋があるはずだ。
ほら、床を見てみろ。ああ、そっか。ドアは隠せても床の傷は消せないもんね。他の傷を探そう。なるほどね。開けた形跡があるってことか。他の、痕跡を探してみよう。どっかないか。あ、あった。これだ。ここです。見つけた。傷、ドアもない。僕が見る限りはね。いいぞ。すぐに行く。取れる？どこ行った？ダメだ。あそこか。待って、引っ張り上げる。ずる。引っ張り上げる。L1、R1。行くよ。2階に到着。錆びた機械の音をお楽しみください。あれじゃ通れない。俺なら平気だ。これ通れる？いける？やる。着地もバッチリだね。落ちたら面白かったのに。なるほど。また秘密のドアか。鍵をいじってみる。配電盤を見つけたら教えてくれ。オッケー、見てみる。配電盤は多いな。見つけた。あ、なるほどね。これ扇風機をちゃんと避けてやれってこと。命中。命中。やるじゃないか。やるじゃないか。あ、やべ、乗れない。よし。あれ、あと一箇所あるってこと？あ、大丈夫。おい、見てみろ。ハズレか。なんだかフィスクにおちょくられてる気分になってきた。だが見てみろ。配電盤がある。銃があったみたいだ。あ、銃もあったね。運び出してない。他に通路があるってことだ。壁に電線が。あれをたどれば道が開けるかもな。あいつらが話してた金庫に近づいてる？だろうな。デュアル回路か。二つ目の配電盤を探してみろ。二つ目。下だな。下で？ここか。配電見つけた。なんか邪魔だな、これ。どうすればいいんだ？あ、なるほどね。わかった。エレベーター動かすんだ。オッケー。これで、オッケー。そこが開くの？大正解。すげえ。さすがだな。手伝ってくれるか？こいつは重い。でしょうね。一体何人でこれを起こすんだろう。1、2、3。おお、2人でいける。なにこれ、すっごい不気味。密売人のトンネルだろうな。アルカポネの時代から掃除してなさそうだね。あんま通れないな、人。コンクリートの塊が。これじゃ通れない。ちょっと上から見てみるよ。上から？なるほど。はい。動かせるかも。待ってて。通れない。手を貸してくれ。今の何？地下鉄かも。あれ？どうした？ここは危険だ。やばい。今のって絶対地下鉄じゃないよね。ああ、爆発ってとこだな。それで今のはデーモン。金庫だ。急げ。待って待って、天井いけないんだけど俺。あ、いけた。スパイダーマン。ホールド。ほら、行くぞ。ナイス。オッケー。できるか。デーモンに逃げられた。逃げられた。出し抜かれるなんて。裏口があるんだろう。探してみてくれ。探す。すごい武器庫だ。いや、元武器庫か。あった。鍵を吹き飛ばしたんだ。Hey you。二人だけかい？デーモンだ。警官じゃねえか。ここにいて。何言ってる。こいつは二人の山だろ。大丈夫か。それとこいつも。逃げるぞ。やれ。やれ。止める。トラックを止めろ。
やばい。あーれい。キャビのパーマン。隠れてて。任せろ。あ、甘いんだよ。なんか強いなこれ。スパイダーマン。ほら。おいおい。いや何それ、目立ち下がりだね。危ねえ。おいおい、結構やるじゃん。おや、離れてろ、気絶させる。いいね、ナイス。バカタレが、おいや、俺に任せろ。デイビスやるな。ほらよ、ほら、最高のタイミング。オッケー、また敵か。甘い。ほら、僕だって友達いるぞ。ほい、ほら、いや、スパイダードローン使ってみるか。どんだけ強いんだろう。スパイダードローン、いて。ほら、いや、敵。おいしょ、状況はリロードする。邪魔だよ。おいしょ、ほら、おい、ほら、いや、おい、おいしょ。まだいる？終わりか。ナイス。あれ、おい、でデイビス強いな。アマちゃんがよ。武装集団乗せたトラック逃がしたらスーパーヒーロー廃業かも。ああ。丸回避。丸回避ちょん。やべ、間違っちゃった。いや。やばーい、間違った。まあ大丈夫だ、大丈夫。まだ軌道修正可能。なんかスピード上げてきたんだけど。デイビス。こっちもまずい。道路にうじゃうじゃいて、このままじゃ犠牲が出る。おい。気をつけてジェフ。無茶はしないでよ。ああ。ほい、やべ、おお、ほい、邪魔だよ。どこまで逃げるんですかね。このままだと、オッケー、来た。いや、どうも乗せてくれ。ほい、久しぶりだね。ほら、ほい、ほら、よっと、前のやつをやる。カジ切るなよ、危ないぞ。やべえ、ガソリン車。なんでこのタイミングでガソリン車なんだよ。えい、止めろー、止めろ。最悪、こんな時だけ帝国。うわ、やばい。銃で撃たれるぞ。あ、やばい、突っ込んできた。誰か助けて。ああ、ユーリか、デイビス。お、デイビス。こいつすごいな、勇敢すぎる。拳銃がデイビス強。デイビス強すぎ、ヒーローだ。おお、これは記事になるぜ、国民栄誉賞だ。現場にいた警官はジェファーソン・デイビス巡査とのことです。
巡査は軽傷を負っているものの命に別状はないとの情報です。お嬢さん、こんなとこで何してるの？そっちこそ。オークションの一件で現場の担当記者になったの。おう、こういう事件とかデーモンの調査に専念できる。そういうこと。奴らに近づきすぎれば狙われるかもしれないんだよ。でも近づけば二人で止められるかもしれないでしょ。二人ってね。二人？デイビス巡査、デイリービューグルのワトソンです。ノーコメント。ノーコメント。そうですか。でも黙っていても誰かが記事にするんです。あることないことを書いてね。君は違うのか。私は真実を知りたいだけ。そうか、乗っていいんだ。可愛いからね。さすが。よし、複雑な事情。さあクリアしていきましたな。また出たな。家に帰って一眠りしよう。一眠りか、オッケー。オットーから連絡がそろそろ来てもいいんじゃないかと。ファストトラベルの場所が地図上にマーキングされた。丸をホールドしてピーターのアパートへファストトラベルする。あ、ファストトラベルもあるんだ。やった。こりゃ楽だな。電車乗ってんのかい。すげえな。ファストトラベルってそういうこと？ちゃんとお金払ってんのか。さあ、家です。例えば家賃滞納してたな。鍵変わってる？家賃滞納のせいで嘘だろ、物なくなってる。研究所に行くしかないよ。エンパイア衛星局 AD だ。あ、どうも。うちの外のゴミ箱から間違って持っていかれたものがあって。どこに持っていかれたか。ゴミ箱の番号。あ、ちょっと待って。ゴミ箱の番号。おお、なるほど。64476。33番ルートだ。トラックは作業済み。そこにないなら諦めな。ちょっとねえ、待って、困ってるんだ。トラックの場所だけでも教えて。ああ、わかったよ。多分バワリーとグランド通りの角にある車庫だな。わかった、ありがとう。オッケー。市営車庫ね。バワリーとグランドか、楽勝。多分スパイダーマンのねものがあるから。楽勝だよね。30トンのゴミ収集車からフラッシュドライブ見つけるだけ。道具を取られてしまう。研究データが詰まってるんだ。高校時代からの汗と涙の結晶が。そんな勝手に捨てるの良くないと思うけどね。契約もあるわけだし、一応さすがに賃貸借契約がねあるわけだし。最高。やっぱ鍵かかってる、ね、鍵かぶっ壊せ。本当にいるの？他に入り口があるかもしれない。他に入り口あった。よいしょ。自分のもの取りに来たんだから強盗じゃないだよね。焦んなくて平気。まだゴミ捨ててないかも。はい、ないな。うん、よし、焦ってオッケー。エンパイア衛星局のADだ。エディ。ねえ、トラックが車庫にない可能性なんてあるかな。まああるな。だったらチャイナタウンの西側にいるはずだ。オッケー、行ってみるよ。オッケー。なあ、思い出したんだが、たまにあいつらゴミ捨てる前にピザ屋に寄るんだよ。本当？何してんね。寄ってみるよ。ちなみにどのお店かな。夫婦で経営してる店だよ。ジェリー？そりゃアップタウンだろ。ジェリーの元祖の方。ああ、そっちか。いや、L で始まる名前だ。確か。L？ラリー？
それはイーストサイド。うん、レオかな。レオ、ああ多分それだ。あ、待って、トラック見つけたかも。ありがとう。あった。近くにトラックがいるはずだな。これだ。ダメだ、ここにはない。ピザがあるけど近くに他にも止まってないかな。ピザ、これゴミになってる。近く、あと、あーあるあるある。これか。僕のものはないけどこれすごい臭い。他はエディ、僕の救世主。なかったみたいだな。なかったよ。本当にこの辺にいるの。オズボーンの集会があるからルート変更したのかもな。オズボーン35番ルートだったとしたら今頃はもう焼却炉の中だろうさ。焼却炉。マンハッタンブリッジの先、急ぎな。急ぐぜ。さあやってきた。まだありますように。あれよ、敵がいるなんか普通に敵がいるんだけど。ほら、オッケー。どうもスパイダーマン。おい、大丈夫？ああ、ありがとう。荷物。ここ数日ここいらでのさばり出してるんだよ。まだ他にも仲間がいるはずだ。まだいるんかい。注意しておくよ。ねえ、ちょっと僕の私有物探してもいい？まあ、ご自由に。俺は事故の報告をしてくる。オッケー。何かあるぞ。他の袋をどかさないと。いや、多分これだ。やった。ありますように、ありますように。やった。オッケー、スパイダードライブ。無事だといいけど。全部無事みたい。おお。ああ、これ昔の試作ガジェット、結構かっこいい。未完成のままだ。作っちゃうか。うん、なんとかできるかも。オッケー、ウェブボム作っちゃおう。で、とりあえずアップグレード。で、アップグレード。オッケー。これはなんだっけ？ショックブラスター。強いな。これはチャレンジトークン。まだ持ってないな。やった！見ろ。あいつスパイダーマンごっこしてやがる。あれ？まずい。殺せ！スキャングよ。L1 でガジェットホイールで、あ、ウェブボムね。はい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 強いな。スパイダードローン、え、強いスパイダードローン。なんか攻撃してくれるんだ。ほら、やった。あと、あと一人か。はい、全然一人じゃなかった。はい、エレクトリックウェブも使ってやろうか。オッケー、終わりかな。はあ、こんなはずじゃなかったんだけどな。今晩どうしよう。MJ に頼むか。お、MJ の家行く ？MJ の家？いいのかな。元カノの家なんかに。不ぞ男だぞ。自分から多分別れを切り出しておいて。止めてって頼もうかな。都合のいい彼女になっちゃう、MJ が。いや、MJ、ピーターだけど、できれば今夜止めて。それが下すぎる。絶対良くないと思います。さすがにね。ちょっと近くに来たから。ダサい。許されないぞ。いや、MJ、友達に戻ったことだし、よかったら、そんなの惨めすぎるって。そんなに深く考えることじゃないだろう。MJ 止めて。友達を止めるのはよくあることだろう。全然変じゃないって。 MJ いいとこ住んでんだ。MJ のそこ。ああ、変なこと考えるなよ。はい、お付きになりました。ネットから通知だ。ネット？おお、はいはい、出たみたいだな。デイビス当たった方が良さそうだな。仕事で忙しいだろうし。研究所しかねえだろ。研究所泊まろう。ハリーがいればな、止めてもらうのに。研究所どこだ。宿探して今日はおしまいかな。誰からのメッセージだろう。メッセージか。発信者は不明か。
ねえスパイダー、久しぶりじゃない。久しぶりじゃない。この住所に来て捕まえられるかしら。何それ、聞き覚えある声。よし、じゃあというわけで今日はこの辺で終わりましょう。また次回よろしくお願いします。それではまたね。